セメント、セメント、セメントとは、一般的には、水や液材などにより、水和や重合し硬化する粉体を指す。工技には、アスファルト、ニカワ、樹脂、石膏、石灰等や、これらを組み合わせた、接着剤全般を指す。本稿では、モルタルやコンクリートとして使用される、ポルトランドセメントや混合セメントなどの、水構成セメント、 競技のセメントについて記述する。セメントの利用は古く、古代エジプトのピラミッドにも、モルタルとして使用されたセメント、気候性セメントが残っている。水酸化カルシウムとを混合すると、水構成を有するようになることが発されたのが、いつ頃なのかは不明だが、古代ギリシアや古代ローマの時代になると、業界岩の分解物を添加した水構成セメントが、水中工事や、 道路工事などに用いられるようになった。そういった時代には、自然に産出する、ポゾラン、火山土や、軽石や人工ポゾラン、焼成した粘土、陶器片などを使っていた。ローマのパンテオンやカラカラ浴場など、現存する古代ローマの建物にも、そのようなコンクリート、ローマンコンクリートが使われている。ローマ水道にも水構成セメントが多用されている。ところが、 中世になると、ヨーロッパでは、水構成セメントによるコンクリートが使われなくなり、石壁や石中の芯を埋めるのに弱いセメントが使われる程度になった。現代的な水構成セメントは、産業革命と共に開発され始めた。これには、以下の3つの必要性が影響している。産業革命時代に急成長を遂げたイギリスでは、建築用の良い石材の価格が上がったため、 高級な建物であっても、レンガ作りにして、表面を漆喰で塗り固めて、石のように見せかけるのが一般化した。このため水構成の石灰が重宝されたが、固まるまでの時間をより短くする必要性から新たなセメントの開発が促進された。中でもパーカーのローマンセメントが有名である。これは、ジェームズ・パーカーが1780年代に発明し、 1796年に特許を取得した。それは実際には古代ローマで使われていたセメントとは異なるが、粘土質の石灰石を1000セ100度と推定される高温で焼成し、その塊を粉砕して粉末としたセメントであり、天然の原料をそのまま使っていた。これを砂と混ぜたものがモルタルとなり、5分から15分で固まった。 このローマンセメントの成功を受けて、粘土と石灰を人工的に配合して調整して、セメントを作ろうとする者が何人も現れた。イギリス海峡の三代目エディストン東台の建設、1755年から1759年、では、満潮と満潮の間の12時間で素早く固まる、上に、ある程度の強度を発揮する、水構成モルタルが必要とされた。 この時土木工学者のジョン・スミートンは生産現場にも出向き入手可能な水構成石灰の調査を徹底的に行ったことで石灰の水構成は原料の石灰岩に含まれる粘土成分の比率と直接関係していることに気づいた。しかし土木工学者のスミートンはこの発見をさらに研究することはなかった。この原理は19世紀に入ってルイビカーにより再発見されたが 明らかに彼はスミートンの業績を知らなかったと思われる。1817年、ビカーは石灰と粘土を混合し、それを焼成して人工セメントを生産した。ジェームズ・フロストはイギリスでブリティッシュセメントと呼ばれるほぼ同じ製法のセメントを同時期に開発したが、特許を取得したのは1822年だった。1824年、イギリスリーズのレンガ石職人。 ジョセフ・アスプディンが同様の製法について特許を取得し、これをポルトランドセメントと称した。このポルトランドセメントは今日のセメントの主流であり、単にセメントといった場合、このポルトランドセメントを指すことが多い。ポルトランドセメントの綴りはポルトランドセメントであり、アスプディンはイギリス人であり、イングランドのポルトランド島特産の石灰石の色調に似ていたことから、 ポルトランドセメントと命名された。これらの製品は、石灰とポゾランによるコンクリートに比べると、固まる時間が早すぎ、試行可能な時間が不十分固まった、直後の強度が不十分だった、型枠を外すのに数週間かかる。天然セメントも、人工セメントも、その強度は含有する、B ライト、キャチオの比率に依存する。 B ライトによる強度は徐々に高まっていく。1、摂氏250度以下で調整されているため、現代のセメントで素早く強度を発揮する A ライト、キャッチオを含んでいない。A ライトを常に含有するセメントを初めて製造したのは、ジョセフ・アスプリンの息子ウィリアム・アスプリンで1840年代のことである。こちらは今日も使われているポルトランドセメントと同じものである。 ウィリアム・アスプリンの製法には謎があったため、ビカーや IC ・ジョンソンが発明者だとされていたが、ウィリアムがケントのノースフリートで作ったコンクリートやセメントに関する金の調査で A ライトをベースとしたセメントであることが判明した。しかしウィリアム・アスプリンの製法は大雑把なもので、現代的セメントの科学的基盤を確立したのはビカーとことでいい。またジョンソンは、 混合物を釜の中で焼成することの重要性を確立した。ウィリアム・アスプリンのいった改良による製法では、父が集めるのに苦労していた石灰をより多く必要とし、釜の温度もより高くする必要があり、そのため燃料も多く消費する。出来上がったクリンカーは硬すぎて、石臼がすぐにすり減ってしまうという問題があった。当時、クリンカーを粉にする方法は、石臼しかなかった。 このため製造コストがかなり高くなったがその製品は適度にゆっくり硬くなり固まると即座に強度を発揮するもので製造過程にデメリットがたくさんあって模様途が格段に広がった1850年代以降コンクリートが建築にどんどん使われるようになりセメントの用途のほとんどを占めるようになった日本では幕末の頃に高価な フランス製のポルトランドセメントを輸入したのが最初とされる。1875年、明治8年、日本で最初の官営セメント会社である深川セメント製造所にて、当時の工部省技術館、宇都宮三郎がポルトランドセメントの製造に成功した。その後、1884年にこの工場は民間に払い下げとなり、日本セメント、現在の太平洋セメントとなった。 また、1881年には、山口県小野田市に、民営セメント工場として、最初のセメント製造会社の田セメント、現在の太平洋セメントが誕生した。当時の生産工は両工場で、月産約230トン程度であった。セメントは、ポルトランドセメント、ポルトランドセメントを主体として、混合材料を混ぜ合わせた、混合セメント、その他の、 特殊セメントの3つに対別される。ポルトランドセメントには、用途に合わせた品質、性質の異なる種類がある。一般的な工事、構造物に使用される、普通ポルトランドセメント、短期間で高い強度を発現する、東京ポルトランドセメント、水和熱が低い、中洋熱、ポルトランドセメント、セメントよりも白色である、白色ポルトランドセメントが、 主な種類である。ポルトランドセメントと混合セメントは土木、建築用のコンクリートやモルタルの材料として使用される。セメントに水を練り混ぜたものはセメントペーストと呼ばれ、それに細骨材砂を加えたものがモルタルである。モルタルに粗骨材砂利を混ぜ合わせたものはコンクリートと呼ばれる。モルタルやコンクリートは化学混合剤を添加し、さらに 空気量も適度に確保するように考慮して設計、製造される。セメントは水と反応すると水酸化カルシウムを発生させ強いアルカリ性を示す性質がある。そのため、目や鼻、皮膚に対して刺激性、溶解性があり、硬化前のセメントが付着した状態が続くと、目の角膜や鼻の粘膜、皮膚に炎症や出血が起こる可能性がある。 セメント皮膚炎。完全に硬化した後のセメント、モルタルコンクリートの場合は、水酸化カルシウムは二酸化炭素と反応して、中性の炭酸カルシウムとなっているので、炎症を引き起こす可能性は多くの場合ない。セメントの粉塵は、平均流径が10マイクロメートル程度の微粉末であるため発塵性があり、多量のセメントを吸引すると人敗になる可能性がある。 また、セメントは高温で焼く製造過程で、原料中の三角ロムが六角ロムに変化し、微量にこれを含んでいる。セメント製造量の上位5カ国は、順に、中華人民共和国、インド、アメリカ合衆国、日本、大韓民国である。また、ラファージホルシム、スイス、セメックス、メキシコ、ハイデルベルグセメント、ドイツ、イタルジェメンティ、 イタリアの大手セメントメーカー4社は、セメントメジャーと呼ばれる。世界の国、地域別セメント生産量推移、単位、1000トン、出展、http://www.globalcement.com、スラッシュより引用、アニュアルリポーツオブリスペクティブカンピニツ &their、ウェブサイツザグローバルセメントディレクトリ2013 がソース資料。表内のは、シンパー、シンポール、ポルトガルポルトガル最大手のセメント会社から1500万トンを共有する。クリンカー容量から推定した値、95%は2012年4月のもの。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。